皆さん、こんにちは。淡井圭介です。本日2024年、4月30日、12時37分、新聞記事を整理整頓を少ししていた時に、ずいぶん昔に10年以上前に、アメリカのその油田の、採掘権を得たりだとか、日本の企業が、それは昔もそういうふうなニュースがたくさん流れていたなと、そういったところを思い出しまして、原油価格、日本としては、1バレル100ドルぐらいでも、私は問題ないんじゃないかなと思います。結局それを価格転嫁しなかったら、エネルギーの残存量問題で、石油を消費したままになってしまってますから、4月になったら、テレビのニュースでは、原油に関する補助金を撤廃するっていう話だったんですよ。だけどもそうなってない。で、これが、大きな問題点でもあって、昔、レギュラーか廃屋で、廃屋は間違いなく、200円超えてますよね、1リットル。だからその頃と比べて、だから自民党さんや公明党さんがされてきたその政策の中でね、値段上げてでも、節約してもらわなければならない。で、そうすることによって、その物価成長率に関して 2% の上昇っていうことを、日銀の、黒田総裁とか言ってましたけども、原油価格などを一定の価格まで上げて、みんなしっかり節約しましょうと、そういう方向に話を持っていきたかったと、そういうことなんですよね。で、それで話の整合性が合ってくると、上田さん、新しい日銀の喫緊の総裁、黒田総裁の後の上田さんですけども、それなら整合性が合うっていうことを、テレビに向かって心の声で送る方法なんですけども、昔僕が喋った方の映像かもしれませんけども、そういうふうな返答が返ってきています。ある程度その原油価格とかが上がった時に価格転嫁、例えば200円ぐらいの商品が210円になったりだとか、それぐらいの価格転嫁で十分済みますので、そんなにね、原油価格が上がってもそんなに大したことにはならないです。お湯に関して、値段の上がり方なんですけど、以上です。その方向性でいいと思います。だから立憲民主党の人たちにはその方向で頑張っていただきたいなとは思ってます。この間、昨日、選挙のニュースが放送されましたけど、本当に、公費金のものなのかどうかとか思ってしまうんですけども、立憲民主党の方たちが3つの、選挙区で、勝ってると。こういうふうなテレビの放送でした。圧勝ということで。それはエネルギーの残存量問題をこれだけないがしろにしてたら、それはそうなりますよ。4月になった瞬間、価格転嫁しなかったわけですから、自民党や、公明党の皆さんも。これが現実的なところで、これは世界へ向けての僕からの一般人としての、未来の人たちの、命を尊重するっていう形での国際司法裁判所の、判決というような形で物事を見ると多分あると思うんですよ。もしなかったら、国連の、世界各国の人たちが国連会議で言ってきた資源を第一にしましょうの、そちらの方の判断でいいと思うんですけども、若い人たちにね、主導権を、しっかりと与えて、彼の言ってることが、内容的に正しいということを認めていただいてね、せめてレギュラー、1リットル200円ぐらいの価格には価格転換していただきたいです。日本国内の話ですよ。それしなかったら結局、他の国も同じですよ。価格転換、してもらって、原油価格をしっかりと上昇させる。で、片や給付金を出すと。そうすることによって、節約したものをガチにしたらいいんですよ。そうすればみんな節約するんですから。家のそのガスとか、電気とかの使用に関しても、水道に関してもそうですし。結局は全てそういうことなんですよ。給付金をしっかりと払って、正しい価格転嫁をしっかりしておく。これが結論です。これも世界に向けてのメッセージとしてお伝えしておきますので、世界中の政府への。
まあ、その方向に多分、動くとは思います。まあ、この動画の内容を、為替相場や原油、まあ、株価や、株価などについてのところにも、記載しておきます。原油価格が上がったら、その石油関連のメーカーの、株価が上がる可能性もありますし、その辺どうなるかまだわからないんですよ。何とも言えない部分はあるんです。一回、コロナウイルスの時に、原油がものすごく、原油価格が下落して、マイナス価格まで転じたことがありますので、もうその辺のところは、何とも言えないです。その瞬間、株価がどうなるかはもう皆さんお分かりだと思いますけども。以上です。皆さんご協力ご対応のほどよろしくお願いいたします。チャンネル登録の設定と、チャンネル登録プラス着信通知の設定と、あと、淡井さんの動画見ておいた方がいいよっていうことを、身の回りの方に、お伝えしていただけると助かります。着信通知の設定をしていれば、こういうふうな内容を、言った時に多くの方が、その情報を知ることができると。で、着信通知の設定の仕方がわからない方は身の回りの方に聞いていただいたり、販売店の方に聞いてください。以上です。皆さんご協力ご対応のほどよろしくお願いいたします。